ラインはトゥルー、あなたは信じる、ひばたり転がる都市伝説紹介チャンネル、どうもこやっきです。アンバサダーのトヨです。いつもさ、これボタンつけてからやってくれへん。これ重い、なんでそのその話飽きてるから、もうみんな、はい、僕たちはですね、あの2025年の予言をこれまで何度も紹介してきたわけなんですけど、何度もやってます。やっぱり予言ってそんなスピリチュアルじゃないですか、うん、まあまあそうね、スピリチュアル的要素多いね。まあでもね、どこか現実味がないなっていう人も多いと思うんですよ、うん、ただですね、今日話するのは嘘のような本当の話なんですよね、はいはいはい、というのもやっぱりね、スパイ、うん、スパイっていうとね、小池さん、インマイルームの時に勝丸さんがあんなリアルなね、スパイについて話してくれてましたけど、ね、まあ、やっぱりもともと公安にいらっしゃったということなんでね、はいはい、やっぱそのスパイが身近な存在やったんでしょう。でしょうね。スパイが身近って意味わかんないですけどね。まあコナンの世界みたいよな。まあ最近だとスパイファミリーとかね、やばいんすよ。何がやばい？スパイって。なんで？各世界にスパイスを与えてくれてるんですよね。はい、ちゃうんよ。心配なんだけど、スパイはですね、普段何事もなく生活しているのに、実は裏の顔がある、知らないところで大活躍しているみたいなことがあるんですけど、決して目立つことがない。目立ったらあかんよ、公安とかスパイはな。でも僕たちの生活に入り込んできている。入り込んでる。で、日本にもスパイの魔の手ともはもう迫りまくってるんですよ。魔の手がすごい。そう、日本はもう学園天国かスパイ天国かって言われるぐらいもうヘブンやって言われてますから。どうしました？いや、学園天国いらんやん。知らん？学園天国めっちゃ流行ってないけど。どうなんですか？そのヘイみたいな曲です。いや、ヘイしかないよ。いやリズム刻んだし、はい、そう、そんな、あの鼻どうしたんこれ。あ、これ、うん、これスパイにやられてる。これちょっとスパイとの抗争で。ここだけ？ここだけ危なかった。ほんまに鼻取れるかと思った。他国のスパイの活躍によって僕たちの日常が一気に崩れる可能性もあると、うん、本日は歴史上最強のスパイとスパイによって日本が崩壊される、まあ、ストーリーが分かってしまったんで、まあ、ちょっと最後まで聞いてほしいなと。それは大事やな。はい、うん、歴史を変えた女性スパイ。実はですね、アニメ漫画のように日常から全く想像のつかない裏の顔を持った凄腕スパイが存在したんですけど、はいはい、それがソ連で活躍した伝説の女性スパイと言われるソーニャという人物なんですよ。ソーニャ、アニメじゃなくて。確かに。あ、そう、ソーニャ、うん。何が好きなんですか？え、これはポパイやろ。好きなもん。ソーニャという名前はコードネームで、うん、アーニャと違うんでね。ソーニャポパイ好きみたいな感じじゃないんですよ。そういう絵や。本名ウルスラ・マリア・クチンスキーっていうね、うん、ソ連のスパイなんですよこの人。しかも1930年代から1950年代にかけて活躍した、はい、で、どこ行っとったかと、中国、ポーランド、スイス、イギリスなど世界を渡るやる気ながらスパイ活動しているんですよ、うん、スパイマザーなんですよ。え、ごめんなさい、スパイマザーどういうことですか？スパイのお母さんってこと。え、その彼女の業績が非常に優れていて、なんと1937年、当時のソ連で軍での最高の評価とされる赤旗勲章を密かに授与されていたと。へ、ソ連軍の大佐の地位やったんですよね、うん、ただ彼女はですね、もちろん軍服なんて着ません。普段の姿はただの主婦です。お、じゃあなんでそんな評価が高かったと、うん、彼女はですね、アメリカやイギリスの核兵器開発計画に関する機密文書をソ連に持ち帰ってたんですよ。すげえ。まあ、核兵器というと、まあ、1945年7月、アメリカが人類初の核実験を行って、その結果数週間後には広島長崎原子爆弾が投下されたと、まあ、ですがそれからたった4年後の1949年8月にソ連は初の核実験に成功するんですよ。ありえないんですよ、普通こんな短期間で成功するっていうのは。はあはあ、なんてほとんど研究データもなかったんやから。だからそういう設計図は情報を手にしたからこそできたということですか？そう、ソーニャ核兵器盗むって感じなんですけど、実はソ連の核開発を進めたのがこのソーニャだったと言われてるんですよね。でつまりソーニャが他国から核爆弾の設計図を盗んでソ連に持ち帰ったおかげでソ連の核開発が数年早まったと言われていると、うん、実際このソ連の実験で使われた爆弾はアメリカの核実験、実際長崎に載せた爆弾そっくりなものやったと言われてるんですよ、うんうんうん、だからマジに盗んだ設計図を元に作ったんじゃないのかっていう、うんうん、でこうしてアメリカが核を独占していた時代は終わり、アメリカとソ連による冷戦時代に突入していたわけなんですよね。なるほど、そんな背景があったんですね。そう、まあ、つまりソーニャの活躍によってソ連が国際社会でアメリカと張り合えるぐらいになったから、うん、このソーニャの功績っていうのはすごいよっていう。え、それめっちゃすごいやん。だからもう一人の人が歴史を変えてるぐらい。どうやって持ち帰れるのそんなの。でももちろん軍事の活躍者はめっちゃやばいもんじゃないですか、うん、じゃあこれによってソーニャはソ連の英雄勲章を2回も受章してると、うん、なんでスパイとは軍隊のおまけ的な存在じゃなくて、もう非常にメイン的な存在をする時もあるんですよね、うん、今でこそさ、やっぱ情報戦争って言われますけども、印象操作、マインドコントロールなど情報が大事というのは今は目に見えて分かりますけども、昔もやはり情報を制するものが一番ということですね。そういうことですよ、うん、じゃあそんなソーニャどういう顔やったかというとね、こちらの先の、はい、
がゆかなんですよね。ただですね、普段はですね、はい、ただの主婦なんですよ、うん、確かにちょっとサザエさんっぽいんですよね、うん、そうじゃお魚超えたドラ猫さん好き、うん、そんな感じでサザエさん混ざって、はい、雰囲気あるわけなんですけど、ただの主婦やけど本当にそんなことが可能なのかと思うんですけど、うん、実はね、主婦ということがこのスパイの中で、うん、非常に有効なスパイスになってたんですよね、うん、スパイスまた出た、はい、実は僕たちのイメージと逆で、やっぱりね、主婦やからそれちゃうやろってみんな思うんですよ。やっぱソーニャには3人の子供もいたんで、普通に子供も育てながらということですか。どこで眠るお母さんで主婦として暮らしたんやけど、いやそれは疑わへん。実際ね、主婦の多くがやっぱ興味ある情報って言ったら、うん、どこのスーパーの卵が安いんやろっていう情報を手に入れることに命をかけているじゃないですか。いやそんなのうまかったんですかね。いや分からんけど、それは、はい、でまるで政治に無関心やと、もう政治もね、あの消費税ぐらいしか興味ないじゃないですか。まあ、全員そうじゃない。いやまあでもそういう人とかもね、まあ、もう当時消費税なかったですけど、うん、やっぱほとんどの、まあ、主婦は政治に興味がない時代やったんですよ、今と違って、まあ、もちろん失敗したらその家族の命、子供含めて危ないよっていうわけなんやけど、彼女は誰にも殺されることなく成果を上げ続けたわけなんですよね。えそれまさにスパイファミリーやん。そうだって気づかれることないけど、そうそうそう、子供は普通に育ってるわけでしょ。あそうそうそう、だいたいさ、ほら峰不二子みたいなね、ああ確かに美貌を持った女の人ってたらちょっと逆に怪しい、しいじゃん、もうなんかカニトラ仕掛けてきて情報盗むみたいなね。でも普通の主婦って家庭もあるってのポイントやな。そうなんですよ、うん、この写真とか見ても、うん、ああまあまあご婦人ですねって感じ。そうご婦人やな。で一人目の子供が生まれた頃にソ連のスパイに勧誘されたらしいんですよ、ね、そんな感じなの。昔からそういう訓練を受けててたまたま子供が生まれたわけじゃなくて、じゃなくて、で無線通信士のスキルを習得してさまざまな国の名前を変えながら渡り歩いたと。へえ。さまざまな国でスパイ活動をした結果、長年の間中国の秘密警察、日本の憲兵隊、うん、ナチスの秘密国家警察、イギリスのスパイ組織である MI5 や MI6 などにも追われてたと。じゃこれすごない。でもやっぱり、うんまあ、日本もそうでしたけど、めちゃくちゃこの男尊女卑が激しかったというか、うんうん、女性がスパイなんてことはないやん。ちょっと舐められてたってこと。そう、舐められてる。だから数々の捜査の目をかいくぐることができたと、まあ、だからもう調べてる側からしたらさ、蜘蛛の子をね散らすようなわけじゃないですけど、うん、何の証拠も残ってないわけじゃないです。蜘蛛の子の散らすは、はい、合ってるの。合ってないと思う今、はい、もうまるで霧のようにというか、あれおるはずやのにおらへんな、このスパイってなるわけなんですよ。だから捜査の目をかいくぐって重要な情報をソ連に送ることがたくさんできたと。でさらにすごいのが、これ1943年3人目の子供を出産した数日後、原子爆弾に関する重要情報570ページの文章をイギリスからソ連に送ってると。いやそんな出産してさ大変やん、うん、3人目は言うでもその数日後に570ページの文章を送ってない、すごいわ。まさか妊娠出産子育てをしている女性がそのような諜報活動をしていると思わんわけじゃないですか。まあ思いませんね。でですねこれね、うん、ソーニャすごいのは、うん、3人子供がいるわけなんですけど、うん、全員夫違うんですよ。えやっぱだからほんまにスパイファミリーなわけなんですよ。やばっ。ええでこれさらにすごいのが、子供のお父さんが全員違うわけなんですけど、うん、これ再婚相手とともにイギリスの小さな村に住んでいた時に、うん、美味しくケーキを焼くことで有名な子供好きの夫人として生活していたんですよね、うん、で実際に、まあ、さっきイギリスのスパイ組織 MI5 も彼女のことを調査したっていうことを言ってたじゃないですか。だからじゃあその調査結果上がってます。はい、何調査中だが、彼女がスパイというのはありえない。ありえない。なぜなら彼女には3人の子供がいて、特に美味しいケーキを焼くからだ。いやいや外国風のこのジョークな感じなんなん。多分こういう報告日本でしたら怒られるんだよ。まあね、多分スパイで疑ったこの人も食べたいやと思う。ほんまに美味しかった。そう、イギリスでフィッシュ&チップス並ぶぐらいうまいな、うん、イギリスで美味しいってよっぽろですからね。いいじゃないですか、美味しい店もありますイギリスでもね。まあ、ただソ連の核実験が成功し、いやいやこれさすがにソーニャじゃねえってなったんですよ。じゃあイギリスの本局も正体のね掴みそうになるんですけど、そのタイミングちゃんと東ドイツに逃げてるんですよ。でこれでもうソーニャはスパイを辞めたんですよね。そこからはルート・ベルナーという名前で子供の絵本などを手掛ける作家としての人生を始めたと。えそれも表舞台やな、違うところの。そうで生き残ることすら難しいスパイの世界で、もうちゃんと やり遂げて最後まで正体をバレることなく引退して、その後の人生もちゃんと楽しんで93歳まで来たんですよ。コナンの世界やん、女優やりながらスパイやってるみたいな。まあやりながらじゃないんやけど、まあそういうことやったわけなんですよね。じゃあ何、今だ世の中だったら J.K. ローリング実はスパイでしたみたいなことをやっちゃってるでしょ。そうすごいねそれね。でこのソーニャの活躍があったからスパイ競争が激化していたっていう話もあるんじゃないのかなって思うんですよね、うんうん、まあ、ただやっぱ今はそんなわけないでしょ、今はそんなスパイおるんって思うかもしれないんですけど、うんうん、やっぱりですねこういうスパイってのはまだまだいるんですよね、はいはいはい、実はスパイが暗躍してるのは何も冷戦時代に限ってるわけじゃないと。しかもやっぱ、ね、スパイの中の裏切りに次ぐ裏切りみたいなのがね
たくさんあるんですよ、はいはい、史上最悪のスパイと言われた人知ってるでしょうか。実はスパイ組織の中にスパイが潜んでたんです。お、まあ、ミイラ取りがミイラみたいなね、うん、まあ、二重スパイ的な話なんですけど、うんうん、まあ、ハリーポッターの世界でも、うんうん、スネープ先生がね、お二重やなってなったわけなんですけど、あれもあれこそやな、そう、うん、他の国のこのスパイ機関には絶対に出回ってはいけない情報がやっぱね山ほど眠っているわけじゃないですか、通常スパイ機関というものは、うん、じゃあそこに入り込めたらめちゃくちゃ都合がいいと、うん、で実際アメリカの中央情報局 CIA や連邦捜査局 FBI に所属しながら二重スパイとして敵国に情報を流していたエージェントは何人も存在していたと、うん、でその中でも FBI 史上最悪の二重スパイ、アメリカ史上最悪のスパイ被害をもたらしたと言われているのがこちらの男、ロバート・ハンセンなんですよ、いい笑顔ですよ、ね、はいはい、ちょっと髪ちゃんとセットした方がいいですけどね。なんか外国のさ、こういうなんか宣材写真みたいな、証明写真みたいな、ちょっと斜めだね、体ね。あ、まあ、それがスタンダードなんですよ、ね。そうそう、これなんでなんだろう、日本で真正面絶対。まあ、イケメンに見えるからですよ。そうなの。で、ハンセンは FBI に入局した後、ロシアのスパイとして活動し、20年近くの間、スパイ活動してたんですよね。で、このハンセンは FBI では外部からのスパイ活動に対抗するための部門で働いていたと。闇の魔術に対抗するね、先生たちが怪しかったみたいなもんですよね、これ。ではつまりスパイに関してはプロ中のプロやと、で FBI ではスパイを捕まえるための訓練を受けていたが、どうやったら捕まらないかってのも熟知しとったから捕まらんかったって話なんですよね、うんうん、で FBI の任務上機密情報を入手できる立場やったんで、ありとあらゆる重要な情報を旧ソ連やロシアに流していたと、うん、でハンセンはラモンガロシアという偽名を使いながら国家レベルの極秘情報をロシアに送り、それと引き換えに現金140万ドル以上、つまり日本円で2億円以上の大金やダイヤモンドなどの現物支給で多額の報酬を得ていたと、ハンセンがロシアに漏らした情報の中でどういうものがあったかと、うん、それは核戦争が起きた時のアメリカの戦略とか軍事兵器の開発技術だとか、うん、アメリカのスパイ対策のプログラムなど、もう信じられない数の超重要情報が送られてたんですよ、うん、FBI がアメリカのソ連大使館の地下に密かに作った数百万ドルする盗聴用トンネルの存在を暴露したと、へー、で結局 FBI は盗聴に失敗したっていうこともあったそうなんですよね、そのせいで、つまりアメリカ史上最悪の諜報被害をもたらした凄腕二重スパイやったっていう話なんですよ、すごいね、でソ連の崩壊は1991年だったわけなんやけど、うん、そこでこの彼は活動をやめたんかっていうと、うんうん、その後はロシアに漏らし続けてたわけなんですよね、FBI や CIA は二重スパイがまだ残っているんじゃないかと疑っていたと、でその後もハンセンを疑いの目から逃れ続けて、結局逮捕されたのは2001年になってからなんですよ、へー、でこのハンセンがスパイであることを突き止めるために職員300人以上を借り出したと、おお、すげえ、キラ探してるみたいなもんですよ、うん、そういうレベルよな、でその音ですよね、うん、本当に、でね2001年にやっとハンセンは実際に帰国費情報をロシアに渡したところを現行犯で逮捕されたと、へー、でこれは実際に指定された場所にハンセンが置いた機密情報の小包とロシア人から渡された報酬5万ドルの現金なんですよね、ほら FBI って書いてますからすごいですね、うん、ちらっとさ、その小包っていうね、うん、原稿が見えたんですけど、パッて見ただけですよ、小籠包って読んじゃって、いや小籠包は入ってないでしょ、だからもう551みたいなね感じの小籠包の美味しい店があって、その箱の中に入れたんかなとちょっとクスッて笑っちゃった自分がいます、いやいや、そのさ、大麻とかのやり取りじゃないんよ、うん、お菓子の箱に入れてるみたいな、うんうんうん、しかもロシアとアメリカやん、なんで小籠包にする必要があるの小籠包食いたい時もあるやろ、その人たちも、そう、うん、たまには中華食いたいなみたいなとこもあったんちゃうか、そうかな、うん、まあ、ただね、はい、ハンセンさん捕まったってなったら、うん、めちゃくちゃビビったんですよ周りの人、なんでかと、彼はとても物静かで目立たない人やったと、うん、で一家でも毎週日曜日に教会に通っていて、古いファミリーカーに乗ってるようなごく普通の人やったと、そういうこと言われとったんですよね、うんうんうん、でハンセンさんは逮捕されたと終身刑を言い渡されて、うん、アメリカで最も警備が厳しいとされる刑務所にいられてもうて、今年2023年6月に刑務所内で、まあ、亡くなったと、最近なんだ、こんなびっくりするようなスパイがね、うん、実は潜んでたわけなんですけど、これね、両方ロシアのスパイなんですよね、恐ろしやですよね、ただですね、いやいや海外の話やんと思ったでしょ、日本もやばいよ、やばいですか、日本に潜むスパイ、お、実際現代、日本でもあらゆるスパイ競争が行われてると、まあ、実際タレントのアンミカさんが、うん、あのスパイと付き合っていたね、よくネタにされてますよね、まあ、多分アンミカさんの彼氏は200人ぐらいいますから、全然ホワイトちゃう、そのうちの一人にはそれはスパイがおってもおかしくないなと思うわけなんですけど、そのことやっぱすごくて、うん、7カ国語喋れると、で見た目はアジア人、韓国語と片言の日本語で付き合ってたそうやと、で1000万を騙し取られたと、うん、でさらに暗殺されかけたってことを言ってるんですよねエピソードが深すぎんねん、そう、なんかその旅行行こうやってことを言われて、うん、でもその旅行先アンミカさんが、いやちょっと占いでその方向行くのは良くないって出てるから来年行こう来年っていう、でもなんかしつこく誘ってくるからおかしいなと思ったんですよ、うんうん、これ何がすごいって、うん、
も占い師がすごい、うんうん、ちゃんとアンミカさんに不吉なことが起こることを予言したからアンミカさんは今助かってるわけなんですよ。なるほどね。だから占いってバカにできひんなって。確かになぜかスパイの話を調べてて思ったんやけど、うん、まあでもそういうことってやっぱ現代日本にもあるわけなんですよ。ありますね。実際日本ではね年間行方不明者8万5000件ぐらいありますから、うんうん、そういうことを考えたらスパイに消された人もおるんちゃうんかと。確かに。で実際このように日本にはスパイが暗躍してるって言われてるわけじゃないですけど、うん、みんなね携帯どこ使ってる？俺はソフトバンク。あーやばいかもしらんよ。2020年ソフトバンクの社員が秘密情報を持ち出した罪で警視庁公安部に逮捕されました。なんとそのソフトバンク社員、うん、密かに情報を渡した時誰やったかと。誰？ガーシーじゃないんすよ。どこの国の？ロシアの外交官。やば。ソフトバンク社員は会社の情報を不正に外部に流していた産業スパイやったんですよね。怖っ。でねロシアの外交官から新橋の飲み屋などの飲食店で繰り返し接待を受けながら何度も情報を渡したと。新橋でよかったんやね。そういうところはいいんだ。銀座じゃないんやね、あんなに近いのに。まあ値段もねちょっと安めに上げたかったんちゃう。ちなみに報酬としてそのソフトバンク社員は1回に数万円から20万円ほど受け取り合計数十万円を得ていたと。いや安いわ。そうだからこんなちょっとの金額で人は産業スパイになっちゃうんすよ、うんうん、恐ろしいですね。恐ろしい。それはこんなちょっとしたスパイスでスパイになっちゃう。全然わからないけど、ソフトバンク社員がね渡していたのは電話の基地局や通信設備に関する情報や営業内容に関する機密情報をやったと。このソフトバンク社員なんと統括部長という立場だったんですよ。カスやな。この事件を受けてこの社員はもちろん解雇されたわけなんですけど、うん、逮捕された時はお小遣いが欲しかったということを言ってたんですよ。いやでもねロシアのこの接待えぐいらしくて、うん、バリパツキンのもう香水ガンガンの美女を何人もつけてくれるらしい、うん、中国も超アジア系で可愛い美女を何人もつけてくれるらしい、うんうん、そりゃ美女プラス20万とかやったら、うん、まあ言ってまうでしょ。えでも金額は一桁少ないわ。そう、コエッキーさんはね。いやで普通でも捕まってもいいという前提の金額で納得できますか。いやそれはねあの政府高官の方と京都のお座敷遊びされてるコエッキーさんからしたらしてませんしてません、まあ、例えばこう捕まったとしても、はいはいはい、うまく出してあげるとか、うん、その後の生活、まあ、家族のことは安心してこっちに任せてくるみたいなことあるんだとまだ分かるけど、ちょっと20万レベルではちょっとって思うのは、うん、あなたが金持ちやから。いやそうすか。いやもう僕は全然この生島の情報あの100万で売りますということでですね、はい、そういう人間の方が絶対多いんですよ、はいはい、まあ、そんなさ基地局の情報とかをさ、うん、言ったってさ別にあんま大丈夫やろ。個人情報とか言ったらやばいと思うよさすがに。そう情報のレベルがねちょっとあるんかな。でも営業資料とかを、うん、なんかちょっとその渡すぐらいだったらいいんかなと思っちゃうやん。あそういうことやってるやつほんにそうやな。たまたまそのロシアの外交官だったけど日本国内の企業対企業でもありそうやかなそういうのは。そう、うん、で実際このロシアの外交官は日本のとあるロシアの施設のナンバー2やったらしいんですよね。へだから日本語もペラペラ喋れると、うん、で実は同時にロシア対外情報庁という諜報機関にも所属していて科学技術情報を収集してスパイという2つの顔を持つ男やったと。いやでこれをなんか褒められた公安部、はい、あっぱれね。すごいすごいね。でこのロシアの外交官に対して警視庁は出頭要請をするんですけど、うん、もちろん出頭の応じず彼は帰国していきました。逃げたね。で現代の日本ではスパイ活動によって国防や外交に関する機密情報が盗まれたとしてもそのスパイ活動を禁じたりスパイを逮捕するための法律がないと。だから逃げられんねんなこうやって。そうバレたら逃げられる。そうそう。で他の国では重大犯罪として死刑や終身刑になるようなスパイ活動なんやけどスパイを防止するための法律がないのは世界中の日本だけやと、うんまあ、つまりスパイたちにとって日本はスパイし放題のスパイ天国なわけなんですよね、うんうんうん、だからもしかすると身近な人の中にも海外のスパイから雇われた産業スパイが紛れてるかもしらんと、うん、じゃあスパイによってどんなことが起きるかと。2025年に起こるスパイテロ、うん、来ました2025年。なんすか。僕ね、うん、最近都市伝説話してますとか言うと、うんうん、あれっすよね2025年とかってやばいんすよねっていう話を、うん、いろんな人に振られるようになってきたんですよ。いやマジで聞かれる。で俺もらしいっすねって返すようにしました。もういろいろ聞かれすぎてめんどくさくなって、うん俺さタクシーの運転手とかもねワンチャンスパイとかないから。いやあるかもしれない。なんかね言ったら家とかは特定するのは簡単やんか、うん、その人たちからしたら。そしたらその付近にいて GO とかで呼ぶタクシーアプリで、そしたらなんか行くみたいなね真っ先みたいな。俺ねこの前渋谷でね、うん、ラーメン食べまして家まで帰ろうと思った時タクシー使ったんです、はい、そしたら乗った瞬間収益大丈夫ですかって言われて、
え、じゃ普通ね、コヤッキーさんですから普通は。やば、収益大丈夫ですかって、ほらこの前収益止まりましたって動画出してんのか、あれを見た直後だったらしくて、乗ってどこに向かいますかって、収益大丈夫ですかって言われて、俺タクシー運転手もこんな心配されるんやと思って、その時は大丈夫、すいません心配かけましてって言ったけど、よくよく考えたらなんでやと思って、別にメガネもかけてないし、普通よ俺は、声もそんなに出してないし、それもバレたと思って、やば、この前見ましたよ、インマイルームと、あれめちゃくちゃ面白かったですねって話をしてきて、いや今からインマイルーム行くね、帰んねんけど俺と思って、確かに大丈夫と思って、それはやばいね。まあでもすごいいい人やったんでね、良かったんですけどもね、まあ、キーユラボやなんかタクシーの中ちょっとね、ついついねプライベート空間な感じの気もしちゃいますよね、うんうんうん、まあそんなね、まあ、場所なわけなんですけど、うん、日本でもそんなね、スパイによって日本が危険にさらされる可能性があると、うん、それがやっぱり2025年、しかも舞台は大阪なんですよ、うん、大阪バンここでもしかしたらテロが起きちゃうんじゃないのかってこと言われてるんですけど、まあ、イベントのテロっていうと、まあ、やっぱその爆弾を仕掛けてバーンみたいなね、コナンの劇場版みたいなテロを想像するんですけど、違うんですよ。最近のテロはドローンのテロが想定されてると。実際にドローンってのは有害な化学物質を撒き散らすってこともできるらしいんですよね。いや、できるだろうな。で、実際それを想定した訓練も始まってるんですよ。でこの大阪万博のテロ対策としてもロボットやドローンを活用し、350億円もの費用をかけて対策を行うと、まあ、高いような感じもするんですけど、対策してなくてね、もし本当にとんでもないことが起きたら大変ですから、うん、で実際2025年大阪万博だけではなく、他の大事件によって日本にスパイがやってくる可能性もたくさんあると、まあ、それが台湾有事やと、うん、台湾有事が始まってくると日本にスパイがたくさんやってくるのではって言われてるんですよ、うんうん、逆やと思うよ、うん、始まる前に多いんちゃうのっていう、情報を知るためにも。違うんですよ、過去にスウェーデンでチベット難民がスウェーデン国内でスパイ活動をしてたとして逮捕されたという事件があったんですよ、うん、まあ、つまり難民がやってくるタイミングでスパイが紛れ込んでくる可能性があるんですよ、うん、じゃあ日本難民受け入れる方向に進んでますよね、うん、やばいかもしれないっすよ、ね、大量のスパイが日本にやってくるかもしれません。紛れるよね。そうで、さらにアメリカ空軍は2025年に台湾有事が起こることを予測しているんですよ。で準備を急ぐように指示しております。これも2023年1月に内部メモで準備を指示してます。ということで、もしも2025年に台湾有事が起きてしまうと、日本はどさくさに紛れて多くのスパイに侵略されてしまうね、国になっちゃうかもねっていう、なるほどね、お話でしたね、はい、というのが、まあ、今日のスパイ天国編の話だったんですけど、はい、どうですか。いや面白かった。なんか身近であって身近じゃないじゃん、なんかそうなの、ね、スパイなんか職業としてはあるけど、だからどうやってなっていいか分かんないし、ちょっとかっこいい感じで描かれがちじゃないですか。007もそうやし、うん、実際こんな脅威に立たされてるってことをね、こうやって知ることになるよね。でもこれ、うん、ほんまに怖いのは、うん、自分がスパイやと思ってないのに、うん、仲良くなったキャバクラの女の子とか、確かにそういうのにポロッと話してて、その女の子がスパイな可能性あるんで、うん、で結局情報漏らしたのは自分やから逮捕されちゃうみたいなことがあるんで、うん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 、気をつけてくださいね小池さん。僕は大丈夫です、その秘密持ってないですもん。いえいえ、もうね、数々の政府関係者から話しちゃいけない話もいっぱい聞いてると思うし、ね、カラスの組織からもヤバい情報仕入れてると思いますし、この組織からもね、いろんな情報聞いてると思いますから。何十スパイやねん俺。むしろ小池さんがスパイかもしれないな。確かにそうかもしれない。というわけで小池スタジオを見せたら、そんなスパイスを楽しめますね。それでは、See you! Bye. 新世界が始まる。僕らは生まれ変わる。1と0ではなく、無限だ。3人のテラーがお届けする、星です。The Silent Dog です。君がいたらわったら無情にもカラビナほどけていく希望ロリフォーリー人の理想に予言は入り込めない。君がいたいらわったら理想に光らびた船の涙時計のように稲妻のようにめくめく放たされて弾ける。